マニラ電力はフィリピン最大の電力販売会社。一般的にはメラルコとして知られる。マニラ首都圏唯一の電力販売会社であり、首都圏とメガマニラ県を構成する周辺都市など全体を含む22市と89自治体への電力分配権を所有している。フィリピン総合指数構成名柄。略称のメラルコは1919 19年までの創業当時の社名である。 マニラ電鉄伝統者の当事語である。企業スローガンは、アン・リー・ワニ・ヒ,ヒ・ナン・ブカス。メラルコの設立に先立って、ラ・エレクトリシスタが1891年に設立され、1894年に創業を開始し、マニラに電力を供給した、最初の電力会社となった。ラ・エレクトリシスタは、マニラのキアポのサンセバスチャン通りに、中央発電所を設立した。 1895年1月17日、初めて街頭が点灯され、1903年には3000の伝統顧客を持っていた。1902年10月20日、タフト委員会マニラの路面電車の運営や、市内やさらにはその郊外への電力供給を行う、入札の受け入れを開始した。唯一の入札者であった、デトロイトの企業家チャールズ・エム・スウィフトが、 入札中止で入札を勝ち取り、1903年3月24日にメラルコの元となる基本的な運営権が付与された。1904年、メラルコはラエレクトリシスタ社とカンパニアデロストランビアスでフィリピナス社を買収した。同年に電気軌道の建設が開始された。ラエレクトリシスタのサンセバスチャン通り発電所の取得に加えてメラルコは イスラプリバイセアに独自の蒸気発電所を建設し、これによって路面電車に電力を供給し、送電事業も行った。1906年時点ではメラルコの電力出力能力は800万キロワットアワーであった。メラルコは第二次大戦に至るまでの数十年以内で公共交通事業を増強し、1920年代には170両の路面電車車両群を構築し、 第二次大戦後にバス交通に切り替わるまで増強が続けられた。第二次大戦までに 84km ほどの路面電車交通網を運営した。装置と線路は戦争中に深刻な被害を受けて撤去されることとなった。メラルコの事務所1915年には発送電がメラルコの主要収入源となり、収入面では公共交通機関運用益を上回っていた。 1919年、公式にマニラ電力に改名し、1920年には企業の電力容量は4500万キロワットアワーに増強された。1925年、メラルコはアメリカ合衆国やカナダで大規模な展開を始めていた公益持ち株企業アソシエーテッドガスエレクトリックに買収された。エイドツコの財政支援でメラルコは フィリピン国内のいくつもの既存電力会社の買収をはじめ会社の受験範囲はマニラ市内を越えて拡大した。1930年にはメラルコはフィリピン発の水力発電所となる23メガワットのボトカン水力発電所を完工した。当時発電所はアジア最大級の土木計画の一つであり、フィリピンの単一民間設備投資で最大級の設置であった。 追加された電力容量によって首都地域全体の顧客の接続を開始することが可能になった。より多くの電力需要を生み出すためメラルコは加減製品を販売するために小売店を開いた。第二次大戦中、日本のフィリピン占領はメラルコの資産と持ち株を台湾電力へ強制的に移管した。戦後、多くのメラルコの施設は破壊されていた。 メラルコはオートバス運営権をハリーリートランスポートに売却。1962年にはユーヘニオ・ロペスシニアがメラルコを買収し完全にフィリピン所属の企業となった。メラルコの買収でユーヘニオは占領国のアメリカ人よりもフィリピン人の方がうまく運営できるという彼の信念を実証した。1962年から72年にかけては マニーラ地域での新しい発電所やリサール州での2カ所、計画された発電所の建設でメラルコの発電容量を5倍に増加させた。1972年、フェルギナンド・マルコス大統領は、戒厳令を課し、国内の発送電を強制的に国有化する大統領令第40号を発行した。ユーヘニオ・シニアの長子であるユーヘニオ・ロペス・ジュニアは、 ユーヘニオ・シニアの企業帝国を体制に引き渡させるため政府の捜査官によって強制逮捕され、ユーヘニオ・ジュニアは大統領の暗殺を図ったとして起訴された。息子を人質に取られ、ユーヘニオ・シニアは数百億ドルの価値がある企業軍の所有の放棄を強いられたが、ユーヘニオ・ジュニアは釈放されなかった。会社の所有権は法令によってロペスケから外され、 ペーパーカンパニーの MFI ファウンデーションの下に置かれ、新たに作られた国営電力の配下で制御された。1978年、メラルコなどが保有していたフィリピンの主要発電所すべてが国営電力の所有、創業下に置かれた。マニラ首都圏、パシック、オルティガス通りに面するメラルコビルマルコス独裁が終了した1986年2月の エドサ革命後、メラルコの国家統制も終了した。コラソン秋の新大統領は、改元令下で行われた国営改善のため支払いなしに会社の所有権をロペスケに戻した。また、メラルコが国営電力と直接競合することを許可する大統領令を布告したメラルコは、課題価格の疑いからフィリピン立法府の調査、捜査を受けた。政府は、 電力代を減らすためにメラルコの事業を引き継ぐ計画を考えメラルコと国政送電公社は高い電力代について互いを非難したまたメラルコは高い発電費や送電費と発電から送電に至るまでの電力業界に課せられた政府の税をもとに反論した公務員保険機構社長のウィンストン・ガルシアはメラルコの非効率性肥大化した官僚的組織 ロペス家所有の独立系発電事業者からの電源調達を非難し、2001年の電力産業再編法の修正を必要とした。オスカー・ロペスはもしグシスがメラルコの株式を買うのであれば全てを現金で払う必要があると述べ、また多くの実業家もメラルコを大統領と政府に依存して引き継ぐことは電力費を削ることにはならないと言った。 この問題は当時論争となっていた NBNZTE 不正入札スキャンダルや他の政府問題からの意図的な転換と見られた。メラルコは公益事業に内在するシステム損失に対する一般の理解が欠如していると漢字以前の持ち株会社ファーストフィリピンホールディングスにシステム損失を説明する広告を打つように促した。 フィリピン司法省は2008年8月22日の31ページの分析によってメラルコを組織犯罪で提訴しパシクー地方裁判所にも提出された。5月29日、改革のための全国電力消費者協会は消費者の金から不法収益で8億8900万を得ており、これは1995年から支払っている契機。 請求金額保証金の消費者からの利益であるとして、メラルコを求断した。メラルコの会長で、CEO のマヌエル・ロペスなど、執行役員と、取締役会員及び元フィリピン首相、セサルビラタラ2006年のメラルコ役員を、被告としたが、これらの全ての役員で保釈は要求されなかった。ぜこうのメラルコへの、不法収益求断に対してメラルコはすぐに反論し、 この金額は以前は年率10%だったものを高すぎるとして以前の規定を覆し6%に引き下げた景気保証金金利であり一般的に公明で妥当と考えられる会計から生じると主張したメラルコはまたすでに発表された後でどのように組織犯罪化された詐欺事案が発生できたのか質問し景気保証金を払った顧客へ フィリピンのエネルギー規制委員会で定められた支払い額より多く、元金に加え数ヶ月分を払い戻すことを約束した。同時期、グシスメラルコ増収愛事件にも関与したとされた。2008年10月6日、パシックの地方裁判所の第71支部厚い祖は、組織犯罪化された詐欺のすべての要素の確立に失敗したため、 メラルコ取締役会に対して提出された、組織犯罪化された詐欺の事案を却下した。裁判長のフランコ・ファルコンは判決で株主によって、選ばれた取締役会が犯したとされる違法行為の構成要素は、法で記載された種類のものではないと指摘した。裁判所は、従って、告発は、組織犯罪化された詐欺の委員会への参加を請求できないだけでなく、ましてや、 そこには全く詐欺はなかったため、彼らは PD1689 の法律で想定される犯罪組織の一部ではない、と説明した。フィリピンの法によれば、組織化された詐欺の構成要素は、対象の金や財産を犯罪者が受け取っていなければならない。メラルコの顧客の払った請求書及び景気保証金の経過利息に代表される金は、 直接取締役会に流れておらず、顧客を取り扱うそれぞれのメラルコの事務所が得ている、ものである。メラルコは企却以上の感情を表明している。メラルコの業務範囲2013年12月31日、時点2008年10月、サンミネルが物質の保有する、メラルコ全体の27%の株式を1株あたり、90、合計2600億で買収した。 この株式は2013年に JG サミットに売却されている。l エリクトリシスタハット、コンポニア・デローストランバイアス・ l フィリップナズ。マニラでバリキ蒸気機関による路面軌道交通を運営していた1946年にゼネラルパブリックユティラティスコーポレーションに再編されたマルティネス・グレン・オールド・ストリート・ネームズ・オブ・マニラ。 トラベラーオンフット、ワードプレス、2013年12月20日閲覧。マニラゼン,ンナウ。ブログ、イヴァン・レイク・ワトセロ、2013年12月20日、閲覧。カージェ・サン・セバスチャン、オールド・フォトス。フリカー、2013年12月20日閲覧。レクシス・ネクシス、マスト・ランジット、PTN ・パブ、CO、P58。 http://books.google.com スラッシュ。id=6 ベヌーマジ &q= メラルコワールドを2008年6月15日、閲覧。ベッド、ウォールデン、マリッサデグズマン、メアリー・ルマリグ、ヘルベルト・ドーセナ、ザンチー、デベロップメント・ステート、ザポリティカル。 エコノミー・オブ・パーマネント・クライシス・イン・ザ・フィリピン、Z books, ・ブックス、P293、ISBN1 から842776312 ht、http://books.google.com/.books、i d 3 s 0 u 八 m 8 6ピコグラム ="PA293&",DQ=" メラルコワールド O2008 年6月15日、閲覧。 GMA News, TV, House Panel Begins Probe Into, High Power, Rates, Hot Obs CBN Interactive, Melarco, Napacker, Point Fingers on High Power, Rates, Hot Obs CBN Interactive, High Power, Rates Blaymode on Melarco, Gub, T, Ips Hot Gummers, TV, DOJ, Charge's Melarco with Sindicated Estofa, ハット DOJ ファイルズエストファラップス VS メラルコ、ハット NWSINFO.Enquirer.net e、DOJ ファイルズシンディケティッドフラウドラップス VS、メラルコ XX アーカイブド2008年9月16日、アットザウェーバックマシン、インスティリング、エイカルチャーオブピースアマングムスリム、クリスチャンキッズ、ビスネスミイラー、2009年3月9日閲覧。 http ベリタ pH 2008 10 15マイメートルイラルコエグゼックエクスプレスエレションフォーディスミッセルオブエストフアケースファイルドバイ DOJ ありがとうございます